丹沢寺温泉観光協会会長杯争奪井伊直虎プロジェクト第3回井伊直虎カップ、今日は開催の2日目でした。今日も1日を通して向かい風コンディションでレースが続いた今日、締めの一戦を迎えます第12レースは記者選抜戦です。すでに6名がかなりばらけて作戦待機行動を行っています。最初にホーム側に出てきたのは2号艇です。佐藤大輔、佐藤の後ろからゆっくりとインへと船を向けていくのが高枠1号艇中村亮太。このレースは中村亮太が人気を集めての登場です。前方ボートを流している2号艇佐藤大輔、佐藤が2コース、そして3号艇の金子義明、地元金子が3コース、そしてその奥には4号艇の古田祐樹。前半レースインから押し切って白星マークの古田、その古田がゆっくりとこれからボートを下げていきます。古田4角、5コース6コースも枠番通りの進入で5号艇桐本康澄と6号艇三上康則。1二三、そして4号6枠番通りの3対3、12レースの記者選抜戦スタートまで10秒を切りました。並び内側から1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。記者選抜12レーススタートしました。4角4号艇の古田、コースアウト決まった。こうなるとうちはたまったもんではない。一気に抑えて4号艇古田まくっていく。2段で攻めていった5号艇桐本康臣、そして6号艇が握って続いてまくられながらクイッと待った3号艇金子義明、うまく立ち回りました。先頭は4号艇の古田、2番手は3番と5番、内が3号艇の金子義明、外が5号艇の桐本康臣。スタートは正常でした。そこへ4番手から潜り込んできました1号艇中村。3号艇と5号艇が競りながら外を待ってホームへ折り返しました。さらに内側には6号艇の三上も登場しまして、さあ2番手争いが4艇5艇ずらっと広がる形になりました。外に5号艇桐本、真ん中3号艇金子と1号艇中村、スルスルっと内側から6番2番2周1マーク、2番手争いは左打ち上げて6号艇入ってくる。1号艇が外を止めながら差していきまして3号艇から握った。5号艇も外を回してバックへ入りました。さあ2番手争い、今度は左打ちから1号艇中村亮太、真ん中に6号艇三上、外には3号艇金子義明。5番手から内へ振って5号艇の桐本も再度やってきますが、2周2マーク1号艇中村の内側に勢いよく3号艇金子、くるりと回って6号艇三上が外、くるりとさらには5号艇の桐本も小回りで応戦しますが、2番手は完全に抜けまして1号艇中村亮太。3番手は外から締めて6号艇の三上、内から桐本、そして外には3号艇金子義明。3周1マークの3番手は6号艇三上の内側へ飛び込んできた5号艇桐本。こうなると展開3号艇金子、 V ギア切り込んでバックへ入りました。さあ3番手争いは三上を捉える3号艇の金子義明、今度は金子の方がわずかに前に出ました。外を並べていく6号艇三上康則、またまた5号艇の桐本登場。最終コーナーの3番手は桐本、入ってくる3号艇金子、待ってさしていく、分回っていくのは6号艇三上、激しく競り合う3艇ですが、1番外6号艇に軍配か、先頭4番古田五輪、続いて2着は1番中村、3着は1番外6番の三上に軍配です。3番金子、5番の桐本、そしてラストで2番の佐藤五輪。